今から施設に、娘のいる施設に行ってきます。愛知県内に住む弘中育子さん。娘の明子さんは心身の重い障害で寝たきりです。長かったですね。最初に3年間会いませんね、面会ができませんよって聞いてたら、とてもできなかったと思うけど、今日は明子さんとおよそ3年ぶりに直接触れ合う面会ができる日です。育子さんは24時間付きっきりで痰を吸引するなど、明子さんが生まれてから6年間自宅で介護してきましたが、過労で倒れ入院。その後、豊川市の障害者施設に明子さんを預けています。頑張ったんですけど、やっぱ私の体も持たなくて、そこで判断、あ、もう私じゃあこの子を安全に育てられないから。その後も2日に1回は面会に通っていましたが、今日わかるかな、あきちゃん、あきちゃん、調子はどうですか、あきちゃん、いいですか、お母さんここだよ、ここ。新型コロナ感染拡大で面会は大幅に制限され、ね、窓ガラス越しでの対面を余儀なくされました。あれだし、親と子が会えないって、自由に会えないってどういうことかな、なんでかなって分かるんですけど、仕方ないなって思うんですけど、我が子と直接触れ合えなくなってからおよそ3年。新型コロナの5類移行に伴い、今月から予約の上で短時間ながら直接触れ合える面会が再開されることに。言葉を持たんし語らない子なもんで、笑顔を直接見てどこを触ってどんな感じになるかって、やっぱり触れ合うから分かる。待ち焦がれたその時を前に、そわそわした様子の育子さん。そんなないぞ。夫の明夫さんも仕事を切り上げて駆けつけました。来たかな、来た。あー、いいね、あきちゃん。バッチリ起きとるわ。あら、みんないる。ああ、よく見て。あきちゃん。サイトル。今日来たよ。お父さんとお母さんと来たよ。サイトル。会えたね。嬉しいね。嬉しいね。学校じゃない。会えたよ。嬉しいね。今日ね、ただ会いに来た。嬉しいね、アニコ。よかったね。ねえ、じゃこれからいっぱい散歩しようね、アキちゃん。ああ、風が来たって。ああ、風が来た。いい、気持ちいいね。季節感を味わってほしいと、梅雨の雨の中、少しだけ外でお散歩。あ、いいよ、私やるよ。よし。移動中の痰の吸引は欠かせません。少しずつ大人になっていく明子さん。バイバイ、またね。およそ20分でお別れの時間。時間制限がなかったコロナ禍前にはほど遠いですが、触れ合える時間が持てたことは大きな前進です。スタッフさんもすごい可愛がってくれて、いろんなところをね、触ってくれて、ケアしてくれてますので、安心はしてるんですけども、実際やっぱり自分たちが触れ合って、やっぱりこうではなって感じになると嬉しいですね。外出の機会は作れるよって言ってくださったので、お家に日帰りもね、帰るとか、そういうことをやらせれるようにしていきたいなと思って、もうちょっと降りたいね。